きたいんですけど、うん、アニメ漫画で魅力を感じるのは、はい、A ヒーロー側、B 敵側、うん、ヒーローかヴィランかってことですよね。なるほど、わかりやすい。はい、あげましょうか。せーの、 A、 A ヒーロー側。かぶりましたね、はい、なんでですか。ヒーローがいいよ、やっぱりヒーローがかっこいいじゃない。いや、でも、いや、敵がかっこいいね、ヴィランいるじゃないですか。敵はかっこいい、敵はたくさんいる、そこに憧れはあるけど、ね、これ、うん、なんでね、うん、A を選んだかっていうと、うんうん、俺、あんま敵側やらないんだよ。おー、自分の役柄として。なるほどね。基本、光の方に行きがち、うんうんうん、だからやっぱ自分もそっち側で見ちゃうね、うん、アニメの漫画で。うん、この子は、ね、ヒーロー側なのか。やっぱり完全凶悪っていうんですか、うんうんうん、そうあるべきかな。昔から時代劇も好きだったね。あー、確かに、うん、やっぱり正義の味方が最後来て出てきて締めてくれるっていう展開が好きです。黄門様がね、黄門様がね、チケットガクさんやっておしまいなさいと。うん、ちょっとセリフはちょっと、ね、うんうん、あ、じゃなかった、怖いけど、うん、まあ言いますよ、うん、最後は武力で制圧して終わりますそうなんだよね、うん、見せつけてねそうそうそう、うん、はーってね、こっちは、うん、こんな風に見えても、そうそうそう、実はと、そうそう、徳川のものだと、 そう、そしてやっておしまいなさいと。本当は副将軍なんていうね、役職ないんだけどね、はったりなんだよね。裏側言っちゃいましたけど、まあある意味僕らもね、はい、まあ、声優界のスケさん、カクさんみたいな言われたことないんだけどちょっとこっから名乗ってこうか、ね、黄門様ならぬね、ポニキャン様がね中にいらっしゃって、社長のね、控えおろうっつってそうそう、やっておしまいなさいはい、そんなわけで、はい、まあね、あの、国民的番組のようにね、トラッドも皆さんに広く知られるようになればいいなと思う次第でございます。